ポーランド族の住んでいたおおよその地域ポーランド族とは7世紀の半ば頃より、やスと朝によって作られた国家ポーランドによって、ポーランド人としてまとまっていった西スラブ語群の諸部族をまとめて指す単語として、しばしば用いられる。10世紀の終わりに、ミエシュコ一世によって、ポーランド族の領土は拡張する。領土は11世紀の初めには、ボレスワフ一世によって、 さらに拡大した。主要なポーランド族は、ポラン族、マソビアン族、ビストラン族、シレジアン族、ポメラニアン族である。これら5つの部族は、根本的に共通の文化と言語を共有していて、より密接に関わっていたのは、東方の東スラブ語群の諸部族でなく、伝統的に西方のゲルマン語派の諸部族である。プラハ・コルチャク文化に属しているが、この文化は、 高古遺物からより前の時代のプシェボルスク文化を継承している。ポーランド族の名前の由来は主要であったポラン族である。ラテン語で平原を意味する。ポラン族は細かく見るとレフ族とゴプラン族の連合部族で自らをレフ族と呼んでいた。ポランはラテン語由来のためポラン族という表現はドニーエプル川付近に住んでいた東ポラン族に対しても使われ、 この時で付属をこれと区別して、西ポラン族と呼ぶこともある。東西ポラン族は、同じラテン語由来の名前、ポランが当てられているが、遠く離れていて、互いに直接の関係はなく、別系統である。西ポラン族は後に、グレーター・ポーランドと呼ばれるようになる最域に住み、東ポラン族は後に、キエフ対抗国に属した。ありがとうございます。